ちょうどその時に、まあ、なんかの記事でですね、当時の総理大臣の給料が3000万とかいう話があって、と思ってですね、待てよと。で僕はね、総理大臣になれるかなと、まあなれるかもしれないと。それでよっぽど勉強して、それで選挙に当選して、そしてまあ10期ぐらい当選して、派閥の中で一人、まあ日本で一人だけなれる。そうそう、まあ総理大臣と同じぐらいの給料を取るには、まあ、総理大臣になるのも一つの道だけども、それ以外の道はないかというふうに考えた中で、食品というものがふっと頭の中にボワッときたんですか。まあ、総理大臣の給料とはまず絶対僕は自分はなれないよと、それではじゃあもしかしたらちょっと待てよと、一軒ワンユニットですね、一軒で30万儲かるものを、例えば夫婦2人でもう朝から晩までね、本当に15、6時間2人で死ぬほど働いて、それで、まあ、それを10年かけて毎年1軒ずつ作っていったら、これ超えるぞとそれに気が付いたんですね。そうか、じゃあ30万ワンユニット、何か30万一つこう儲かるもんってないだろうかなということで探し始めた時に、こういろいろ見てですね、それで飲食業でということで、なんかないかなってアンテナが立ってた時にですね、たまたまその早稲田松竹でやってたんですけど、E.T. という、あのスピルバーグのですね、映画があってやってたんですね。でそれを見て、最初のあの一番最初のシーンがピザのデリバリーから始まるんですよね。で今日本のあの三輪車じゃなくてですね、本当のあの車でデリバリーです。それを見た瞬間に僕は、あ、これ面白いと突然思ったんですね。なるほど。飲食業だけど新しいし、デリバリーっていうのはなんだみたいな、そういうのがあってです。と同時に僕はその時パッとひらめいたのは、これってハワイの学生時代に食べた、もしかしたらああいう味かもしれないよねっていうのもこう、気がつきまして、これは面白いなと、もしかしたらいけるかもしれないということで、帰ってすぐ社長にですね、うちの奥さんに、これ面白いかもしれないからちょっとやってみないかと。だからスピルあの映画はね、非常に有名な映画で、当時日本人でももう500万あるいは1000万ぐらいの人が見たけど、あれを見てね、これはピザ商売になるぞと、デリバリーの商売になるぞって思ったのは浅野さん一人だね。そうですね、本当に世界中で僕だけだったと思うんですけど、その頃はもう本当にハングリーでですね、毎日ね、何か面白いもんないかなと思って、何か面白い仕事って1日 2,3 個常に考えてましたね。これはどうだろう、これはどうだろう。それであれですね、そのピザっていうものに着目した時に、向こうからそのピザのあれが入ってくるわけですね。はい、ちょうど家があの高木町と青山の高木町で、あのマンションちょっと借りてたもんで、あのドミノの第1号店がですね、ちょうど恵比寿にできましてね、でちょうどうちがギリギリのところだったんですね。で、あ、最初研究 しまくっていろいろ研究したらなかなか難しくてできなかったと。で我々の考えは30万ワインユニットを10件やることが一つのミッションみたいな目標だったんで、それだったらじゃあドミノにね、うちもぜひフランチャイズ加盟させてくれないかって直接ですね、あの Y 比嘉さんの方に交渉に行ったんですよ。そしたら、すいません、うちは残念ながら直営しかやりませんのでって言われて、じゃあよし、じゃあやっぱり日本人のために合うような日本人の向けのピザを作ろうと、それがもう最初の合言葉で。でその頃はでしょう、前を伺って奥様とももう本当に徹夜で一生懸命生地をいろいろ作ったり焼いたり、もうお腹壊してたり何百倍やるわけね。はい、なかなかできなくてですね、もう本当に半年ぐらい。何が難しいんですか。特にやっぱり生地のバランスですかね。バランス、どうしても生地、そしてソースのバランスなんですけど、一番難しかったのは生地です。でまあ最終的にいろんなこう生地を研究したんですけども、まあできなかったんですね。でどうしたかって言いますと、それで当時ですね、フランス大使館にじゃあ生地を入れてる、パンを納入してるとかどこだって調べましたら、たまたま分かって、それが軽井沢の浅野屋さんだ。浅野屋、あそこの旧カルの通りの真ん中にある、はい、名前も浅野ってなんか一緒じゃないですかはい、はい、なんか親戚かもしれないと思って飛び込んでったんです。いや本当にその時にですね、あの浅野浩太会長とにらめっこ2時間ですね。僕はもうまるっきり全く無名の、全く無名で何にもない、でも必ず日本で一番にしますんでよろしくお願いしますそしたら会長がずっとにらめっこでですね、2時間でもやってくれます。で今でもその浅野屋からうちはもう今一緒に工場をやらせていただいて、未だにずっと変わらずにお取引させていただいて。ああ、そうですか、はい。
今社長の奥様の話がちょっと出られたけど、はいはい、あの伺うところによって奥様も浅野さんに負けず劣らず大変もうメーカーって大変な資産家のお嬢さんで長屋で育ってそれであれしたところが、まあ、浅野さんと結婚してそれで今の、まあ、10の事業の失敗なんか新参の、まあ、後半半分あるいはそれ以上一緒にやられて、はい、やっぱりその一番いいところと一番大変なところを浅野さんと一緒に同じような境遇でこう来たというそういうことですか。そうですね、まあ、あの僕よりももうちょっと後に、うん、あの私と結婚してから当然貧乏になりましたんでいやもうちょっと貧乏歴は10年ぐらいに短いんですけど、はい、でも本当にあの突然ですねその、うん、まあとんでもないねお嬢様から突然の貧乏、うん、でもやはりそうやって一緒にこうあのなんていうんですかねいろんなことをやってきましたね。栄養士で途中でですね、うん、立ち食いそばとか、うん、昼ごはん立ち食いそばだった時あったんですよ。ずっと1週間ぐらい続いたこと、その時に途中で倒れたことがありましたね、なんかフラフラっと倒れてどうしたんだろうって、ね、貧血で栄養失調で倒れたっていう、うん、そんなこともあったっていうぐらいです。でもやっぱり根性がちょっとすごいんで、すごいですね、もう、はい、未だにもううちの社長でございますので、うん、何も言えない。だからあの普通創業社長なんかの場合に、はい、あの内助の功とかね不祥不随とかっていう言葉があるけども、はい、あの浅野ご夫妻の場合にはもうあれですね、一心同体っていうか、はい、そのパートナーとして2人でやってきたと、そうですね、はい、そういう感じで、そういう理解でよろしいですか、はい、ですから今も新しい事業新規事業も半分以上は彼女が手掛けてますし、うん、また大きくして、うん、まあ、より厳しくですね、うん、やってますね。なるほど、はい。